今日はですね、お湯を茹でるための鍋をね忘れちゃったので、ちょっとラーメンをね茹でることができなくなっちゃいました。なので、まあせっかくの景色なので、まあ、せめてコーヒーだけは飲んでね帰ろうかなと思います。本当はこれで多分やっちゃいけないと思うんですけど、もう仕方がないので直接ねこれで温めてやってます。ということで今日はですね、ここ、けなし峠っていうね、まあ、長野県と群馬県の県境にある、まあ、すごくね居心地のいい場所で登山したりだとか、あとはちょっと撮影をしたりだとかしたんですけれども、また今度来るときはもうちょっと早朝の時間からね、あの朝焼けの時間とかを狙いながら撮影できればいいかなって思います。とはいえ今日はね本当にねいい一日でした、ということで最後にね美味しいコーヒーを飲んで、ちょっとラーメン食べれないの残念なんですけど、これで家帰ってねいっぱい食べようと思います。ということで本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。大丈夫かなこれ。ちょっと触るの怖い。Thank you.